にちは、まやです。今回はガールズプラネットのファイナルのところで発表された社員っていう曲のサビの振り付けの解説をしたいと思います。注意点なんですけど、おそらく公式から定点カメラの映像が出てないので、ちょっと足元が映りきってなかったりとか、移動の関係で端っこまで映ってなかったりっていうのがあるので、もしかしたら細かいところがちょいちょい違うところがあるかもしれないです。でも大体見れる範囲で合ってるかなって感じのところなので、一応本家の動画と見比べながら見てみてください。サビ結構短くって繰り返しのところとかもあるので、初心者さんも頑張って挑戦してもらえると思います。どうぞ。はい、じゃあサビの始めなんですけど、くんちゃらんベイベーのくんちゃらんのところが多分移動というか体型をバッて広げるところになってると思うので、その後のベイベーっていうところからいきたいと思います。まず右手をグーにして、ここで2回回します。ここからスタートで自分の方にくるっと回して、戻って、もう一回同じ方向に回すのをベイベーのところがこれになります。で、今の手と同時に右足をクロスで出します。一緒にやるとベイベーで、この後右足に乗って左足をギュッと浮かせます。それと同時にくるくる終わった手は両手に乗って、こういう形になります。ちょっとこれ定点カメラじゃないので見にくかったんですけど、多分こことここ呼ぶ感じの手と上とって感じだと思うんですけど、まあ、細かいニュアンスは好きなメンバーさんを見て確認してください。一応パーでこの辺にしておきます。で、ここと今の足を上げたところが一緒なので、ベイベー、こんな形が一瞬出てきます。で、ここまで行ったらこの上げた足はついて、右足をもう一回横に振ります。で、ここがセイエイエイエイっていうところなんですけど、この手両手とも右斜め下ぐらいに向かって、イエイイエイイエイとちょっとこの波を作るようなイメージですかね。で、それと一緒にこっちにイエイイエイイエイと体重を乗せます。これもしかしたら足浮かしてる人もいるかもしれないんですけど、ちょっと速いので多分こっちの腰にドンドンドンって乗るぐらいがちょうどいいと思います。で、今のところ最初からやってみると、うんちょろベイベーうんで、ついてイエイイエイイエイって感じになります。で、今のイエイイエイが終わったら、うったったってリズムで足を整えます。で、これはいる場所によって多分足の向きと体の向きが違うと思うので、今回はセンターの振りにしておきます。で、足の順番は左右ですね。先のこれが終わった後、打って1回準備をして左右につきます。で、右の方がちょっと前につく感じです。で、今のこの足と一緒に手がついてくるんですけど、このイエイイエイイエイの波終わったら1回下で押さえます。で、顔のところに持ってきて、ヒュイッとフェイスラインをなぞるような感じです。で、手のリズムは打ったったの足のリズムに合わせると打ったったって感じです。一緒にやるとイエイイエイイエイ打ったった、こんな感じになります。で、このまんま手を下に向けて、手のひらが下の状態でここまで持っていきます。で、この時に胸とお尻を両方グッと引っ張るような感じで、こういう状態に横から見るとこんな感じです。こうなると一番かなと思います。で、今の後ろのこれが終わったら、そのまんま手をグーにしてクロスにして頭の上に持っていきます。で、上に持っていけたら次は普通に開いてパッパッ、右の方向にパッ、左の方向にパッ、1回ずつです。で、それと一緒に今この縦になってた足を右左って感じで開いていくんですけど、この腰も一緒に右左に出します。で、ちょっと余裕がある方はこのお尻の向きが後ろにこうやって出るんじゃなくて、前の方向にこうやって出るとニュアンスがちょっと揃うと思うので意識してみてください。じゃあイエイイエイからそこまで行ってみます。イエイイエイイエイ、タラタタタアラ、ジャジャジャアタタラ、はい、
今こんな感じです。でこの続きが手軽くグーにして、ちょっとこの左のところで拳同士を合わせた感じにしてスタンバイします。でこの手を次右に両方持っていくんですけど、持っていった時に伸ばして1にします。でその後右手だけを上に上げます。でこれもリズムの取り方がチョンチョン終わったらうったったあって感じになります。ここから合わせるとシャイチャチャラうったったあたって感じです。でそこに一緒に足もついてくるんですけど、足もうったったのリズムにまたなります。さっきのこのシャインのところでドンドンってついて足がパーの状態だと思うんですけど、またさっきと一緒でうって準備をして、で次は右左になります。でしかもクロスをしてこっちに向きたいので、うちゃちゃっていう形になります。で手と足一緒にしたらこれが終わりました。うちゃちゃあって感じです。なので最後のこの手だけが1回分多いので気をつけてください。でここまでいけたらこの上に上げた右手を前に指さします。でそれと一緒に後ろになっている右足を前にキックします。でこのタイミングもうっちゃって感じでちょっと裏取りになるので気をつけてください。両方一緒に行くとちゃで戻しますね。で戻しながら前に行きます。でここがダラチャチャポッポってところですね。でここはメインで抜かれてるメンバーの振り付けを主にやってみるんですけど、今のこれが終わって前に向くときに手をグーにしてプルプルって下げてきてるような感じです。でポッポッのところで右手パー左手パー1回ずつポッポッになります。でそれと一緒にお尻もポッポッって感じで、手がパーになる方の腰が体重かかります。はい、じゃあこの後からちょっと一旦流れをいっていきます。さっきのこれ終わりました。でうっちゃちゃあうちゃ前向いてプルプルポップポップ、こんな感じです。一旦ここまでを前半として初めからやってみます。初めがくんちゃろんベイベーうんせいイエイイエイイエイうりたたたあらたたたあちゃんちゃらはくびろうたたたうりぽぽ、こんな感じになります。はい、でここから後半なんですけど、ずっと繰り返しになるので一回覚えちゃえばもうすぐです。最後ポッポッってなったと思うんですけど、次ラララララララってずっと続くところで、最初このポッポで終わった手なんですけど、これを繰り返し顔の前でピラピラさせる感じになります。でスタートが右手が顔の前にあって、左手が外に向いている状態、ここからスタートです。これの前がこれなのでちょっとやりにくいんですけど、リリポッポッ終わったらラうんラうんララララあって感じで、これちょっと早いんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8、早くいけば8回ですね。でゆっくり数えたら裏取りのところにこれが入る状態になるので、1,2,3,4,1みたいな感じになります。数えやすい方でいいと思うので、最初ここがスタート、1がこれって覚えておいてください。で足なんですけど、右足をうっちゃうちゃうちゃうちゃって感じで外にキックします。でこれは裏取りとなるところがかかと外のキックの時です。早く数えたとしたら1,2,3,4,5,6,7,8になる感じになるんですけど、まあ、ゆっくり普通にこうやって数えると1,2,3,4,1って感じで、手拍子をしたいところの反対のところにキックが来るようになります。でこれと手が一緒なので、ポッポッ終わったらラアラアラ
ラララあっていう感じになります。でこれ曲に合わせるとすごく速くて連続で足が動かないといけないので、多分真正面向いて足を揃えてる感じってすごいやりにくいと思います。なのでちょっと体の向きを斜めにして、で右足もちょっと前に出した状態でこういう感じで腰も一緒にひねる感じですかね。でやるとやりやすく回って形としても綺麗なので、余裕のある方はやってみてください。これ早く言ってみると、ポッポッ終わったらラウンラウンラララララって感じになります。でこの後手は今これで終わったんですけど、次左手が横にビシッと出て、右手はこっちで、次反対って感じで、この押し合い1個の手になるんですけど、これも場所によって上から始まる人と下から始まる人とって結構いるので、今回はセンター振りである上からにしておきます。でだんだん下に下がっていきます。でこれは左手が伸びてるところがスタートなので、1、2、3、4、5、6、7はい、みたいな感じになります。で足はさっきとずっと一緒なので、さっきのこれのまんまを繰り返してるだけになります。なので手だけでまず流れをやってみると、ポップポップ終わったらラウンラウンラララララララウンラウンラララララララって感じになります。でこの上げ下げの感じとか、下がってくるところから上がるとかはメンバーさんによるので、細かいニュアンスは好きなメンバーさんを確認してください。で足込みでやってみると、ポッポッラウンラウンラララララウンラウンラウンラララララ、こんな感じになります。で今のラララララが終わった後なんですけど、これ定点カメラじゃないので、後ろに映ってる子を見た感じでおそらくって感じなんですけど、もう一つ振付師さんたちが多分出されてる動画があって、それも一応ちょっと見てみたんですけど、まあ本家から本人たちの前衛が出てるわけではないので、一応多分って感じでやってみます。今のラララララが終わりました。そしたら足はこのまんま右足グッと出して、ちょっと乗る感じですね。で戻ります。でもこれで移動する子も多分いるので、まあ一つのパターンって感じですね。でそれと一緒に手が、右手が下から左手が上からって感じで、両方一緒にこんな感じで動きます。これ多分手もパーだと思うんですけど、ちょっと移動とかカメラの動きが相まってちょっと細かいところが見にくいので、好きなメンバーさんの手がもし見えたらしっかり確認してみてください。今回はグーには見えなかったので、一応パーにしておきます。で足と一緒にやると、チャラチャラみたいな感じです。でこれをくっつけてきて、パッと横に開きます。でその時は足は閉じる感じでいいと思います。でここからも右手の人左手の人分かれるんですけど、フェイスラインをシュッヒュッと2回手の甲でシュッとなぞる感じです。でこれが左手の人もパートによっていると思います。でこれ2回やるんですけど、2回目の時に多分このやってる方の手の方にシュッて軽い移動、半歩ぐらいの移動してると思うので、トントンって感じじゃないかなと思います。ここの曲調がラララララララ終わったらタラタラタンタンタって感じです。で最後 I'm gonna make shine だけなんですけど、手が右手が上の状態で手首を合わせてくるーっと回します。これ結構 K-POP の中でよく出てきます。手首の内側同士をくっつけといてもらって、で右手が上の状態ですね。でこれを閉じた状態からパッと両手開いて、くるっと手首をすりつけたまんま回して、最後右手が下の状態、これでおしまい。これを早くシュインとするとこんな感じになります。で今の手をやりながらなんですけど、放送された方 の、 あのカット割りでカメラ撮られてる方のものを見ると、多分これでちょっと右に乗ったので、こ
これしながらセンターにこうやって戻るような感じだと思われます。これもちょっと下半身が映りきってないのでわかんないんですけど、おそらく体の動き的にはそんな感じかなと思うので、その場で踊る人はこれでちょっと半歩行ってたら戻ってくる感じでいいと思います。で、今のが I'm gonna make のところで、最後シャインの時に頭ぐらいかなのところでキュンってして手を外に離してください。で、これ棒立ちだとちょっとカッコがつかないので、右の腰をグッと上げた状態でトンとします。はい、アクセントがこの腰とここに入る感じですかね。はい、これがシャインのところです。じゃあ後半ラのところから最後のシャインのところまでをつなげてみます。始まりがポッポップで終わりました。ここからラ、うん、ラ、うん、ラ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 、あ、ラ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 、タン、タン、タ、I'm gonna make it shine。 こんな感じです。じゃあ始めから最後まで通してみたいと思います。でパーロナヤ入れたい方は口の前で手を交差させてパーロナヤで前に、でクンチャロンのところは移動なので体勢戻すみたいな感じでいいと思います。一応そこも付け足してみます。パーロナヤのところからいきます。うん、パーロナヤクンチャロンベイベー、うん、イエイイエイ、ウリテヤンボードメイキンシャインチャカラハヌビロダダダウリポッポッララ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 ラLa, la, 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 as in the long, nervy hair, I'm gonna make it shine. はい、こんな感じです。はい、これでサビの振り付けは以上になります。ちょっと音の取り方が難しかったり、リズムが速かったりすると思うんですけど、サビは短いので頑張って練習すれば完成すると思います。バイバーイ。